昨日ですね、上田新総裁の下初めてのですね、金融政策決定会合がまあ終わりまして緩和をですね、続けると言いながら自由にですね、動ける体制を着々と作ろうとしているというのがにじみ出ていた会見だったんだなと。 いいうふうふに思いました昨日の東証、まあ、日本の株式市場なんですけども今年の高値を更新しまして大引けで日経平均は28,856円高値は879円までありましたしトピックスも2 0飛0とび57.48ポイントマザーズ指数も745.24ポイントということで、えーまあ、今年の高値を更新するという動きになりました。 ま一般的にはですね金融緩和路線を継続したことによって上昇というふうに捉えられているんですけれどもえ必ずしもそうではないんではないかと私は考えています。というのは今回のまあ上田総裁の会見の特徴としてはですね今まではとにかく物価上昇が安定的に2%になる。 これがを実現するまでは徹底した金融緩和を続けていくんだっていうことが前面に出ていたんですけれども今回はですねその前にですね文言がいと入っています。内外の経済や金融市場をめぐる不確実性が極めて高い中経済物価金融情勢に応じて機動的に対応しつつというのが入ってですね 粘り強く金融緩和を継続していくことで賃金の上昇を伴う形で2%の物価安定の目標を持続的安定的に実現することを目指していくとですから要するにその時の情勢に応じてですねイールドカーブコントロールの変更だってありうるんだと、まあ、ある意味昨年の12月にですね黒田さんの時にプラスマイナス0.25の まあ長期金利の動く幅をですねプラスマイナス0.5に変えてくれていたおかげでですね、まあ、昨日はまあ長期金利が、昨日はその日銀の決定を受けてですね、0.41までまあ金利は下がってはいますけれども、いずれにしても0.5に張り付くという場面は今のところないので、今すぐこれを変える必要はなかったという判断をしたんだろうというふうに思います。昨日 記者会見で語った上戸総裁の発言の中で私が面白いなと思ったのは展望リポートの中の物価上昇の見通しですね2023年は1.8%本当かなっていう気がする人もおられるでしょうけどまあ一応そういう話になってますねそして2024年は2%そして2025年が1.6%ということを 店舗レポレートででは書いてあるわけですね少なくとも今回いわゆる点検をしますと、まあ、この25年の金融緩和について、まあ、多角的な形で、まあ、レビューをするということを言ったわけなんですけれどもなぜレビューをするかっていうと目標である安定的な2%の物価目標に近づいてきていると考えているのでレビューをやるんだということを言ってます。 ですからまあ私はそこの言葉の裏にあるのは2%に近づいてきていると言いながらこのまま2%を超えていく可能性も含めて考えなきゃいけない時期に来ているのかもしれないなというふうにまあ上田さんは考えたんじゃないかなというふうに思いますまあいずれにしましても上田日銀はですね緩和路線を継続して2%の物価目標に向けてですね安定的な物価上昇目標に向けて 粘り強くやっていくと言いつつもですね実は臨機応変に対応できる姿ですねで上田さんは黒田さんの時以上に賃金上昇を重視するということを言ったのでこれは結局ですね賃金が上昇するかどうかは日銀がやれることではないですねそういう意味ではですねやっぱりぜひとも政府と一体となってですねまあ岸田さんがですね 日本経済を潰すような増税、無謀な増税に走ったりしないようにしてもらいたいなというのはまあ、思いますね。いずれにしましても、デフレから本格的に脱却する時の株式市場っていうのは本当に大きな上昇になっていくというふうに思います。 今回金融危機になるのかっていうことに市場で大きな話題を呼んだわけですが私は金融不安にはなっても金融危機にはいかないということを当初からずっと申し上げていましてでここに来てですね他の地銀にこれがもうほとんど波及しなくなってきているというあたりを見ますといよいよですね 金融不安の話ものが減ってくるだろう昨日決算発表したドイツ銀行がですね9.2%人利益が伸びたっていうのもですねクレディ・スイスの問題が他の銀行に大きく波及することになってないということの証拠になったという意味でですねこれも大きかったと思いますいずれにしましても上田新しい日銀総裁のです、ね、船出は厳しいながらもです、ね、期待を持たせてくれるスタートとなったと思いますし 株式市場もそれに交換し単純に金融緩和継続で交換しただけではなくて今後の日本経済のです、ね、本格的なデフレ脱却をです、ね、やってくれる日銀になるだろうという期待を込めて昨日の株式市場が今年の高値を更新したのではないかとこんなふうに考えています。